アイセルメヘンメドクズテームルザではアゼルバイジャンの R&B 歌手。2009年アイセルの楽曲 Always はユーロビジョンソングコンテストの TV によるアゼルバイジャン国内選考に選ばれモスクワで行われるユーロビジョンソングコンテスト2009のアゼルバイジャン代表に選ばれた。アイセルは女性歌手として初のアゼルバイジャン代表となった。大会には オールウェイズを制作したアーラシュと共に参加し、3位入賞を果たした。アイセルは、バクーにて、ジャーナリストと、大学教授の間の3人姉妹の罰子として生まれた。アイセルは19世紀のアゼリ人の、ジャーナリストハサンベーザルバディの子孫である。アイセルテーブルザでは、バクーのインテレクトライシウムを卒業し、2005年から2006年まで、テキサス高等学校に留学した。 2005年、アイセルは、アゼルバイジャンの音楽コンテスト、イェニウレドゥズヨンに参加した。テームルザでは、アゼルバイジャン言語大学にて、国際関係論を学んでいる。ありがとうございます。